はい、こんにちは。は、よろしくお願いします。グラフトネットワークの7回目の授業になります。見えてますでしょうか？ちょっと前回、初めに共有がうまくいってなかったんですけど、今日はいいですか？よろしいでしょうか？はい。それではですね、まずコメントの方をちょっと紹介しながらやっていきます。で、こうですね。まず、ちょっと忘れないように書いておきますと、これ自分のメモですけども、授業の中で最小カットは〇〇であるという言い方と、ちょっとまず、簡単にしますね。最小 ST カットは〇〇であるという言い方と、〇〇は最小 ST カットであるという言い方の違いを説明します。じゃあ、ちょっとこれからやります。これ、例ですけども、例えば、今ここに、左は最大 ST 流の一つとかいう書き方してるわけですね。だからこの赤いのが最大 ST 流を表してるんですけども、最大 ST 流がこれだけとは限らないわけですね。もしかしたら別にもあるかもしれないわけです。で、右側の方も最小 ST カットを一つ表してるわけですけども、ここに書いてあるこの S っていう集合ですよね。ラージ S として、この S だけっていう、スモール S だけっていう ST カットを取っていってるんですけども、これだけが、この右のグラフの最小 ST カットであるかどうかは、わかんないです。もしかしたら、他にもあるかもしれない。これですね。で、それはですね、この日本語の表現が、割と、重要というか、微妙な表現をしていて、で、それをちょっと説明するわけですね。で、この右はっていうのは、この集合が、このラージ S イコール、この集合は最小 ST カットだとかっていうような言い方をしましたね。Large S イコールスモール S は最小 ST カットであるっていうような、今、日本語を使ってるわけです。で、何が言いたいかというとですね、よくこういう書き方をしがちなわけです。最小 ST カットは S、スモール S であると。これ分かりますかね？その語順をひっくり返しているだけといえば、だけなんですけども、何でしょうかな。この Large S イコール S がここにあって、最小 ST カットっていうのが、ここにあると。ですか。で、この2つはですね、日本語として意味が違うんです。ってことをまず言いたい。言いたいというか、そうなんです、まず。で、まずそれを気づかなくちゃいけない。それを注意したいんですね。で、ちょっとまず言葉で、口で言いますけども、上の方はどういうことかっていうと、この通りで、このスモール S だけっていう集合が、最小 ST カットであるって言ってるんですね。だから、この場合は、上の場合は、もしかしたら他にも最小 ST カットあるかもしれないわけです。もしかしたら他にも最小 ST カットがあることを、匂わせてるっていう言い方はちょっと不適当ですけども、他にも、最小 ST カットがあってもよいっていうような表現です。で、下の方は何かっていうと、最小 ST カットっていうものがあるんだったら、それは、このラージ S である。そういう日本語なんですよ。最小 ST カットっていうのがどっかにありまして、それといえば、このラージ S であるっていう、そういう日本語なんですね。で、そういう日本語なので、下の方は、その最小 ST カットが、ここに書かれている集合しかないってことまで、言外で含んでるというか、そういう日本語の意味になるわけです。この違いはいいですか？よくわかんなかった。ちょっと、なんだろうな。涙を流すジェスチャーが、コメントスクリーンにあると思うんですけど。いいでしょうか。で、そう思うと、例えば、その前のページですね。これですね。右側の方。今、こういうその最小 ST カットに使ったっていう時に、この時に、このラージ S は最小 ST カットであるっていう表現はしていいんだけども、最小 ST カットはこれであるっていう表現をすると、その時点で、これ以外にも、ここに書いてるこの集合以外にも最小 ST カットがないってことを、その文には含んでいるので、それも証明しなくちゃいけなくなるんですね。それも確認する必要が出てくるわけです。
で、そこまで我々求めてないわけです。なんでかっていうと、この最、ST 流の値と ST カットの容量が同じになればいいわけなので、その、どのその頂点部分集合が最小 ST カットなのかってことは、まあ、知れるといいんだけども、それがですね、いくつあるとか、一つだけしかないとかってことは、まあ、我々の興味の範囲の外側にあるわけです。まあ、この問題というか、この講義の中の話では。ということなので、こういうその表現、もう一つ、上のような表現をしてほしいということになるわけです。よろしいでしょうか。これが一つ目の補足です。はい。いいですか。はい。で、これは注意してください。で、あんまりこれに時間を取ってると時間がなくなるかもしれないんですよね。そうですよね。そうですね。はい。じゃあ、次のコメントにすると、これですね。優勝可能性問題はパラメータをいじったり、目標を変えると多くが NP 困難になりますが、どの程度まで許容されるのか決まっているのか気になりましたってことなので、これちょっと補足します。ちょっと、多分最後の方のページにちょっと書いてあったので、もう一度、それ見ますね。これですね。実は、だから今これ、ABC 規則っていうふうに書いてますけども、まあ、試合をして、勝利すれば A 点、引き分けだったら B 点、負けだったら C 点っていう、なんだろう、勝ち点が得られるような、場合を考えましょう。で、MLB、まあ、メジャーリーグベースボールは、まあ、引き分けないんですけども、実際はね、引き分けないんだけども、1-0-0になるということになるわけです。で、ちょっと注目したいのは、これ、一番下ですね。ここですね。この部分があって、すいません。A イコール B、または B イコール C、または A たす C イコール 2B の時には最大流問題になって、この場合にはうまく解けます。うまく解けます。うまく解けるっていうのは、その、授業の中の方法を使ってうまく解けます。で、これは基本的に、この、まあ、この最後の場合ですね。これ A たす B イコール2、あ、A たす C イコール 2B っていうのは、勝ちの時には A たす C 点を、その2つのチームに A 点と C 点分配する。で、引き分けの時には両チームに B 点と B 点を、振り分けるから、まあ、合計 2B 点を振り分けるわけです。まあ、その振り分ける点数が、勝ち負けの時と、引き分けの時で同じだったら、その、割り当てる。最後の A プラス C 点、あるいは 2B 点を2チームに割り当てるっていう考え方ができて、最大流問題になります。で、A イコール B とか、まあ、B イコール C の場合っていうのは、まあ、ちょっと違う考え方をする必要があるかもしれませんけども、同じような形で最大流問題になります。で、そうでないとき、そうでないとき NP 困難っていうのは何かっていうと、上の条件が出されなかったら、その時点でこの問題をどう解いてよいのかってことはよく分かってないです。だから、まあ、ある程度、その、全部のパターンを試すとか、まあ、そういうような形になるわけです。だから、多項式時間アルゴリズムが知られてないってことになります。実は、最大流問題は多項式時間で解けるんですけども、NP 困難が書いてあったら、その多項式時間アルゴリズムは知られていないと思ってください。ということで、まあ、この、まあ、定理というか、この、知られていることから、この A と B と C、が、どういう条件を満たせば、この最大流問題でかけて、どういうもん、で、その条件を満たさなかったら、どうやって解いたらいいのかわかんない、NP 困難であるということは、まあ、ある意味完全に知られているということになるわけです。よろしいでしょうか。まあ、そこ、割とですね、アルゴリズムの理論とか、計算理論っていうのは、こういうその問題をこの完全に分類するってことを、研究目的とすることが、あります。この場合はその A と B と C というその数値が何であるのかによってその多項式時間で解けるのか解けないのかということをまあ分類しようとしているということになるわけです。で、もう一度言うと、この A が B と等しいか、B が C と等しいか、A プラス C が 2B と等しい場合で多項式時間で解けて、まあそうじゃない場合にはよくわかんないという結論になっています。はい。では次ですね。待ってくださいね。コメントしなくちゃいけないのはないので、じゃあ読み上げていくことにしますね。ですね。
ABC 規則を定めたときの優勝可能性判定問題で最大流問題としてモデル化が可能な例に A イコール B の場合が挙げられていましたが、そうすると負けた場合だけ不利になるため、いかに相手を任すかというより、いかに負けないようにするかという戦略の方が発展しそうで、ゲームがつまらなくなるのかもしれないなと思いました。まあ、そうですね。つまり、この点数の決め方っていうのはまた別にあるわけです。点数の勝ち点の決め方ですよね。だから例えば、この FIFA の最近のルールは3-1-0。勝てば3点。負けたら1点。で、引き分けだったら0点。あ、じゃあ違う。勝ちが3点。引き分けが1点。負けが0点。ってことですけども、だからこれはその、なんだろう、負けないようにするっていうような、その、インセンティブというか、そういうふうに、なんか、まあ、消極的な試合運びをするとかっていうことを、まあ、抑制するために、勝ちの方に重きを置いてるような得点にしてるわけです。だから、この講義というか、その、オンデマンド動画の方で、説明したというか、やったのは、その、得点の与え方が決まっているときに、勝ち点の与え方が決まっているときに、優勝可能性の判定をどうするかっていう話だったわけですけども、まあ、その勝ち点をどのように決めるのかとかっていうことはまた別の問題で、これは大きな問題なわけです。どのようにすると、その、まあ、公平なというか、だからその、なんだろうな、正しい、その、ランキングが実際に出せるのかとか、そういう、その勝ち点を決めたときに、このコメントでいただいたように、その、負ける方の、なんて言うんだろうな、負けないように頑張るっていうふうに、チームが動かないようにするとかっていうことを、考えるっていうことは非常に重要です。それは、その決め方をどのように決めるのかっていうことになって、これは非常に重要なトピックです。で、その時には、まあ、そのいろいろな観点を使って、まあ、その指標を使って議論するってこともありますし、まあ、いろいろなことを試しながらやるってこともあるわけです。で、私の記憶が確かなのか、ちょっと前もちゃんと調べておけばよかったかもしれませんけども、例えば、その、日本の J リーグかな、サッカーの場合には、普通の勝利と、普通の勝ち負けと、あれ、今 PK 戦やってるのかな、ちょっとだんだんちょっと、記憶が曖昧になってきたんですけども、以前は、PK 戦の勝ち負けと、普通の勝ち負けでは、その勝ち点が違うとかっていうのがあって、だからできるだけその PK 戦に持ち込ませないようにするとかっていうような、そのインセンティブをつけるようにしていたということもありますね。だから、ここではその A、B、C っていうその勝ち、引き分け、負けに対する点数だけを考えてますけども、その勝ちの中にもその種類があってるかっていうようなことが、まあ、あるかもしれないし、その、あれですね、2年前にあったそのラグビーの、ワールドカップの時みたいに、勝つ時になんかその、より多く得点を取ると、なんか勝ち点が上がるとかっていうのは、なんかいろんな方法があると思うんですけども、まあそういうものの中でどれを実際に採用するのかってことは、割と難しい問題で、なかなかその合意をするのは難しいかもしれないんですけども、まあできるだけその客観的な指標があると、私はいいなと思います。実際そういうところでどういうようなその指標を使って議論されてるのかってことは残念ながらちょっと私は知らないです。ですが、その決め方を決めるっていうことは非常に重要な考え方なので、もし皆さんがそういうことを考える必要があるときには、いろんな研究が実はあるので、見ていってください。はい。次ですね、これですね。最後に ABC 規則優勝可能性判定問題の難しさについて紹介されていましたが、ほとんどの規則に対して問題に困難であり、簡単とかアルゴリズム発見されていないのに、過去の FIFA の規則や MLB の規則の場合といった関心が高そうな場合に限って、偶然最大流問題が出るかが可能ということが面白いと思いました。そうですね。まあ、これ偶然なのかどうなのかっていうことは、私はわかんないんですけども、先ほど言ったみたいにその割り当てる、分配するとですね、決まった量の勝ち点を2チームに分配するっていう考え方は割とわかりやすいんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うわけですね。だから、それだからこそ、まあ、そういうのを採用されているのかなっていうふうに思います。はい。だから、まあ、逆に言い方すると、その、勝ったら勝った、A が3、B が1、C が0っていうルールは、まあ、なんか、これですね、この3強規則ですね。だから、これはなんかあんまり、まあ、直感的じゃないのかもしれない。わけですよね。だから、その直感的なものがいいのか、まあそうじゃないものがいいのかってことは、やっぱりその決め方の決め方になるわけですけども、まあそうやってちゃんとした議論が必要なのかなっていうふうに思います。はい。ですね。今回扱った割り当ての問題が2秒グラフの最大マッチング問題のように見えました。実験で2秒グラフの最大マッチング問題を扱いましたが、今回のように頂点 ST を導入して上下動を探しました。次回が2秒グラフの最大マッチングということで関連がありそうだと思い、予想しました。これは、おっしゃる通りで、
次の動画は、このニルグラフの最大マッチの話をするんですけども、この割り当ての考え方を使って、まあ、解いていくというか、定理を証明するということをやっていきます。はい。次ですね。レポートに関してですが、〇〇を求める時間計算量を三角三角のアルゴリズム設計せよや、これを四角四角問題として定式化せよという問題にはどのように答えるべきですか。例えば、定式性や正しい出力が得られること、計算量の証明、定式化に至る過程、正しいことの証明などが必要ですか。ですね。これは二つのことを問われているので、まあ二つ分けて書いてますけども、まあこの、まずこのアルゴリズム設計せよですね。というときには、まずこの〇〇を求めるっていうことがちゃんとできるのかどうかってことを、述べる必要があります。ここですね。〇〇が求まること。で、停止しないと求まりませんから、ちゃんと停止するということを言ってください。で、実際、今、その時間計算量を、言うときには、まあ、これ停止しないと時間計算量を言えないので、まあ、計算量の証明っていうのは必要なんですけども、だから、まあ、計算量の証明の中に停止性の証明が含まれるっていう場合もよくあると思います。だから、こういうのがちゃんと、説明するようにしてください。だ問われていることに答えようとすると、この〇〇を本当に求めるのかってことと、時間計算量がこれなのかってことをちゃんと、答える必要があります。二つ目の方ですね。これを四角四角問題として定式化せよっていうのは、これは、つまりですね、定式化っていうのが何なのかってことをちゃんと授業で述べていないのがいけないと思うんですけども、まずは、これはその〇〇問題としてって言っているふうに聞いているわけなので、まず〇〇問題として書けるってことを言ってください。まあ、その書く方法を述べてもらって、で、書くのはいいんだけども、その書いたものを、まあ、そのまま解くわけですね。で、その解いた答えを元の問題の文脈でどのように解釈するのかってことも述べてください。だからそれはですね、だからちょっとこれは水を書こうかな。図を書くためのページを用意する必要がありますけども、ですね、なんか、まあ、定式化って何なのかってことになっちゃうんですけども、今、だから、解きたい問題となる。ちょっと待って、なんか字が汚いんで、ちょっと書き直しますね。今に始まったことではないんですけども、字が汚いのは。解きたい問題っていうのが、あって、で、まあ、それを解いたときに、なんか最終的に、まあ、その解が得られるわけです。解を得たいわけです。で、その、定式化せよってとか、まあ、定式化するとかって、あるいはモデル化するとかって言ってるときには、何をしたいのかっていうと、その解きたい問題を別の問題に変換するわけです。変換。別の問題。まあ、その、今回の場合だと、例えばその、優勝可能性の判定で解きたい問題があったら、それを、ずっと最大流問題に変換するわけです。で、最大流問題、最大流問題で、これが解けるわけです。はい。で、これを、この最大流問題を解いておしまいなんじゃなくて、その最大流問題を解いたら、その問題を元の問題の解に、またこれ変換し直さないといけないんです。変換。だからその、最大流問題を解いたときに、その、まあ、その最大流の値とかっていうのは見えるわけですけども、その最大流の値から実際にその優勝可能なのか、優勝可能でないのかってことをどのように判定するのかっていう方法を記述してほしいわけです。だからこの二つを書いてほしいということになります。別の問題にどのように変換するのかということと、その別の問題を解いたときに得られた解を元の問題の文脈でどのように解釈するのか、変換するのか。で、この二つをちゃんと書いてください。よろしいでしょうか。いいですか。どうでしょう。良さそうですかね。うん。なんかその上だけ書いて終わりではないってことにはまあ注意してほしいってことですね。うん、その上だけ示されてこれ解いて書いてられたんだけど、ここからどうすればいいのかっていうことでなんか途方に暮れちゃう。ってのは困るわけですね。それをちゃんと元の問題の文脈で解釈するってことも忘れずにやってください。はい。
これですね、次。具体的な問題が出てきたので理解しやすかったです。同じニブグラフでも使う人が工夫すれば水の流れだけではない様々な問題に応用できるのが面白いと思いました。ですね、これは、この講義のポイントで、まあ、その第0回目にちょっと、いろいろと例を紹介したんですけども、その、最大流とか流れとかっていうふうな、問題があると、まあ、この水の流れであるとか、その、交通、車とかの、流れであるとか、電流のような電気の流れであるとか、まあそういうものを想像するっていうのは、それは当たり前で、なんだろうな、そのような、イメージを持ってそういう対象に接してもらうっていうのは、初めのステップなんですけども、この講義は、だからそういうよりも奥に行って、そういうものを使うことによって、全くその水の流れとかですね、電気の流れとなんか関係がなさそうな問題も、そういう問題を使って解決ができるんだっていうことをお伝えしたい。ので、ぜひ、そういう視点を身につけられるようにしてください。はい。で最後ですね。モデル化の際のグラフはすぐに思いつくものもあれば、しっかり考えなければ思いつかないものもあり、モデル化の練習が必要だと感じました。まあ、これその通りで、一応、まあ、その、今回はその割り当てっていう考え方、あるいはその、分配するとかですね、そういう考え方の話をして、まあ、だからそういう考え方ができるところには、割と多くの場合、この講義のやり方を使って、その、なんだろうな、最大流問題として、モデル化、定式化できることが多いです。で、一方ですね、その、優勝可能性判定問題の時の、その、3310ルール、規則の時みたいに、その、ある、決まった量を分配するって形になってない問題っていうのは、最大流問題として書くっていうのが、難しかったり、不可能であるってこと、あるいはどうやってやったらよいかよく分かってないってこともあるので、まあその見極めっていうのもなかなか難しいわけですね。で、そういうのはですね、その、なんだろうな、まあそのカリキュラムの中で言うと、まあこの講義はグラフとネットワークっていう講義ですけども、そのどのように実際解くのかということは、そのなんかアルゴリズム論とかっていうところでもやりますし、じゃあその解けない問題っていうのはどういう問題なのかっていうのは、工学系の計算理論っていうのがあるので、それを実際に、履修したり、まあ、あるいは自分で勉強してもらったりすると、そういう内容が身につくかもしれません。で、そうするとですね、こういうその現実問題があったときに、どのようにそのアプローチしていくのかっていう方法が、いろいろとその自分の手に、身についていくので、それでですね、いろんな道具を駆使して、実際はその問題解決をしていくということになるんだと思います。で、一応ですね、ここに書いて、数学は技術だと、知らなかったら大事なことは、もう一回、数学は技術だ。と私は思っています。だから数学なんで勉強するのかなっていうふうに、まあ皆さん思うかもしれない。まあその試験があるから勉強するんだっていう、ことから、まあ始まってるかもしれませんけども、数学は、まあ技術ですとか、その数学そのものを、まあ探求するっていうのは、その数学っていう学問なんですけども、まあ我々って、まあ私も含めて、まあ多分皆さんもそうだと思うんですけども、その、どちらかというと、その数学そのものを勉強しているというよりは、どちらかというと、その数学を使って何をするのかってことを、まあ、勉強しているっていう立場だと思うんですね。で、そうすると、その見方だと、数学はやっぱり技術でなくてはいけないわけです。まあ、数学を使って何かをするってことになるわけです。で、問題はその使い方っていうのをちゃんと知らないと使えないってことなんですよね。で、この講義はやっぱりその使い方っていうのを、まあ、半分の軸として、半分の軸ではないです。まあ、だから、両輪あるとしたら、その片方の、タイヤが、その、モデル化とか、そういうことで、その数学をどのように使うのかっていうことを、お伝えしようと思っているので、まあ、そういうことはですね、割と、慣れとか、練習が必要なんですけども、まあ、そういうことが、この授業の中で養えたらいいかなというふうに思っています。で、ぜひ、そういう技術を使えるようになってください。はい。コメントに対しては以上になります。よろしいでしょうか。はい。ちょっと、今日は25分ぐらいですね。はい。じゃあですね、録画はここまでになります。